さあ、やっていきましょう。はい、今日も一日やるです。異変屋のほくら OK です。まず水飲みで入り口を開けましょうね。 OK。 はい、入っていくぞ。はい、はい、Go Go。 さあ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 、こういうところも、こういうところもね、ロード画面カットしていくのがいいんだろうけど、しないよ、我がチャンネルではやりませんよ。めんどくさいからね。うん。さあ、空にとどまるもの、異変屋の祠ということで、とどまってるね。綺麗にとどまってるね。うん。とどまりすぎだよ。パタッと、なんか、ふわーんと反応はするけど、よくはわかりません。さあ、まあ、多分、一回。よし、こうしてつけましょう。あ、拾ってきて、ここにつけましょう。さあ、こいつもオンにしたらとどまるのかな。オンにしたらとどまるかな。とどまる。ああ、そういうことか。まあ、こんな感じで階段を作りましょう。なるほど。あれ正しかったかどうかはわからないけどもね。うん。ああ、多分そうだね。こうして、これをさ、ここら辺に置いとくととどまるものじゃない、ほら。はい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 。はい。さっきのやつを持ってくんのかな、じゃあ。これ1個でいけんぜ、パラセル使えば。いける？よいしょ。はっ。おい。もうちょっと遠くで高くしないといけないぜ。最初の位置をな。そうそうそう。これを。なお。ここら辺する？いいんじゃない。はっ。よいしょ。あっ。あー、ダメだ。掴んでくんないわ、あの端っこ。マジか。ダメなんだよ。だから言っただろ。あ、やばいやばい、もう死ぬわ、お前のせいで。やばいやばいやばい、ごめんね。でもこれ回復使うのもったいないから俺は使わないよ。だね。これ持ってったら最強でしょ。最強だよ、マジで。とどまるよ、めっちゃ。マジでとどまりまくれるでしょ。てか橋になるこれ。うん、橋はどうだろう。こうして、起動して、ちょっと待って、で、とどまらせてみ、まあまあまあ、なるで、こうしよっか、うん、おい、はっ、はい、オッケー、はい、最強、てるれるれるれるならないね、うん、あ、なるほど、あはははは、そこ登れと、余裕だね、任せろ、俺にはこれがあるからな。ちょっと高いね、ここね。で、とどまらせたら余裕じゃない？こうして、あ、くそ、手前につけたいね、ちょっと。これでいけるかな。これでいけそうな気すんな。OK。この俺が作った形最強じゃない？チートじゃん。いいぞ。さあさあさあ、そして、はい、あそこに卵を入れよると、これをね、うん、うん、なるほど、これを入れると、で、ここになんかある、あるが、よくわからん。まあでもやること変わんないんじゃないか。ありえるね。まあ、つけて、まあ、つけなくほうがいいのかな。これつけないで、ああでもあれか、ああ分かった分かった、これこれあれだ、ここに3つ作んなきゃいけないんだ。わお、こうやって、でそこに玉を置いて、これをあると、うん、この壁がボーンって前に出てきて、玉を動かすわ、押し出してくれるわけですよ。
わお。だから。ああ、この間は大丈夫かな。これあれじゃない、逆に斜めにしたらさ、うん、飛んでくるんじゃない。あ、宝箱ある。ね。どうせやでもな。いいよ、どうせオパールしか入ってないんだから。どうするオパールめっちゃ貴重だったら。やばいよ。つけてこうやって。はい。で、こっちもつきます。はい。これであっちでホールインワンしてみたいね。一回これでちょっと一回試してみようか。これぐらいで。うん。いこう。はい。はい。ああ、足りないね。あと何個か。これを。もうちょっと。もうちょっと前に出して。さすがにきついが、これは。急すぎね。まあ、一回やってみよう。無理じゃないか。ああ、無理か。ダメだ。まず乗らない。そうだね。やっぱさっきのやつ持ってこなきゃダメかな。じゃね。持ってこよう。ゴー。俺の最強のこいつらを。チーズだから。マジで。マジモノチーズ。そして、さすがにでもこれあれだな。てか一回食うとか、あ、なんか取るか。せっかくだし。いいよね。こういうぐらいにしといて。ね、掴めるかな、あそこ。掴めっしょ。あ、ほら。あ、きつ。そう。そう、スパイダーマンで。これぐらいだったらいける。あ、足りねえ。いいや、もう。もういいや。これを設置解除して、きます。こいつも、あ、これでいいや。こうつけて、こうつけますと。はい。で、はい、これ持ってこう。で、あれだな。次ここに置いといて、こいつを掴んで、ここに。つけますと。よし。オッケー。で、こうして、うお、あ、重たい。慣性がきてる。あ、やばいやばい。電動、電動が。すごい。重量がある。ああ。ああ、何これ。ちょっとおかしいぞ。ちゃんと重みってやつがあるんだ。これでオッケー。違う違う超投げ。わあ。こうだろ。行ってみよう。これでいけるだろ。こんだけ距離あれば。よし。よし。違う。ああ、どうだった今の。ルート外れた？ちょっと斜めってるか。こうしよう。うん。オッケー。これの置く場所もちょっと重要だね。大体。フローリングだと思って。よし。ここはな。うん。行きまーす。行け。ちょっと。あー、惜しい。あー、惜しいな。ちょっと上目にしたら斜め。ちょっと斜めか。これでもね、難しいんだ、調整が。こんなんいっちゃうから。
で終わり。あ、しゃしゃ。これでぐらいでいってみる？登るかな。もうちょい上にしてみたら。いいや。どこでやってみようか。はい。いった？いった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 。いってるいってる。オッケーオッケーオッケー。やはりな。オッケーオッケー。また俺らが。あそこにポチンって入れてあげれば。これを。気持ち悪いけどね。これでホールインはしたかったけど。まあいいでしょう。イエーイ。オッケーイ。まあまあ難しいことはなかったね。余裕ってやつよ。おう。はい。いいですねよ。これで5個目か。はい、祝福の光、5個目と。イエイ。回復。さあ、なんかじいさんに会いに行けって言われてたよな。言ってたね。だからじいさんに会いに行こう。うん。で、うん、あの空からうんこが降ってくる原因を突き詰めて空に行くと、うん、はい。でその空に来たタイミングでハートの器も増やしちゃいましょう。はーい。つうわけで、そのじいさんはちょっと待てよ。シド空でシドシドにこれがついてんな、マーカーが。へー、なんでだ、じいさんじゃないのか。やあ、ジアートについて。ここから北西にあるとどこ、うん、トトコはここか。よし、ここにピンを置いて、こっち、あ、違う違う違う、北西、これが北です。あ、こっちですね。はい。こっち方面です。ピンのピン、画面に表示されればいいのに。マジでな。さすが意味ねえじゃんな、ピン。うん、ピンピンをさ。え？ピンピンっつうだけじゃん。何？うん、こっちの、あれ？どこ？あの、あ、でもあれ違うな。あれ多分滝だな。うん、どこだろう。はあ、あれが滝だ。こっち側にあるから、多分あの、タワーの右らへん、あの、くぼっちにあるんだろうね。オッケー、じゃあ行ってみよう。この変な、あの、灰色の、なんか、崖とか、その、ね、その奥にあるんじゃないかな。オッケー、行ってみよう。ゴー。まずはパラセールで行けるところまで行きましょう。パラセールいいよね。めっちゃな。いやー、空からうんこがもう滴り落ちてきてるもんね。最悪じゃん。やべえよ、地獄。一応水飲みことか。うん、大事大事。オッケーオッケー。あれだ、あ、違う、あの、あれの滝の下か。オッケー。この上からまたちょっと向こう側見てみよう。これさ、この画面のままさ、多分3時間ぐらい放置したらさ、一面うんこでまみれてんじゃん。かもな。どうなってんだろうね。さあ、トトコはこっちの方にあるはず。ただこの崖の下はトトコかな、むしろ。かもね。この水、滝が流れてて、その滝の下に湖が広がってるってことかな。あ、違うか。これゾウの里だもんね。あ、違う。トトコあっちだな。もっと奥か。あ、ほこら発見。行ってみるか。そこのほから、でもだいぶ遠いね、あれね。もうどっちかというとあれはもう山の火山のふもとみたいな感じだね。じゃあ火山行ったとこに行こうか、あれは。そうだな。このボスはどんな敵なんだろうね。まあ水飲み投げてさ、どうせ、うん、ヘドロにまみれたボスなんじゃない。絶対すでにヘドロ撃ってくるよね。ああ、ヘドラーだから、うん、ヘドラーを回避して、こっちは水の力で剥がして剥がして、うん、そしたらなんか 目が出てきてさ、目玉みたいな弱点が出てきて、そこをついてみたいな。読んでますよ。大体そうだよね。大体そうだろう。あれ、トトコ過ぎてる。トトコどれ？これか、トトコが。これがトトコだわ。トトコ？ちっちゃいな、トトコ。ね。
とこちっちゃいな。そしてまみれてるね。あれかじいさん、こいつかな。お前か。おいおいおい、お前かじい。あ、じいじゃない、こいつどう考えても。うん、はあ、ああ危険なもの。遺跡って、ああホラー穴がある。ホラー穴の中に入ってたの、じいが。ああへえ、オッケー。じゃあ入っていけと。うん、了解、ゴー。オッケー、よし。お、水飲み。あ、あれかな。あ、こいつか、ジアド。あ、壊れてる、ポーネグリフ。やっぱりイニシエの石碑。くそー、見るからにおじいさんだ。そうだね、割れた石碑、これを探せと。はい、マジ？ヒントも何もないの。近くにあるってこと、つまりは。そうか、単純に。はっ、このヘドロッチが。ちょっと一回これ水で流してみる。できる？このヘドロの根源を。でもこいつはあれだもんな、空から降って永久に降ってきてるから厳しいかもね。まあ一回ちょっと投げてみようか。あ、無理だなぁ。あ、あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん。あるじゃん。あるやん。なんだよ。めっちゃ簡単じゃん。めちゃくちゃあるやん。自分で洗い流せばいいのに、あんなぐらい。ごめん。いや、ここにあるんじゃけどなぁ、っていうふうにさ、せめていってほしいよね。ね。はっ、よっ。ゾラ族だから水も下手しちゃうんだけどね。まずは水で。まずは水か。えいよ。おい、よし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 、石碑をガッチャンコしましょうね。はいはい、どうしたものかじゃないんだって。逆じゃない、逆なんだけど、こうか。こんなポーネグリフ乱暴に使って、ちょっと角度が定まらない。ほら、うわぁ、そう、今の中にないの。はい、急にバキャンとはまったぞ。ね、さあ、見せてくれ。感謝しろ、ゾラ。読めるゾラ、読めるゾラ。王の頭で射抜くとき、水の架け橋のありか示されん。ドレファン王に話を聞こうか。射抜くって言ったから弓矢で何か射抜くんだろうな。ね。オッケー。つうわけで、ドレファン王に会いに行けばいいの？どこにいるの、ドレファン王は。イングザ・ドレファン？ヘドロの調査から戻られる頃だと思うが、どこだ。とりあえず里戻ってみたら。里かなぁ。何あれ、光ってるね。ピカピカそう。しのりさぁ、ドレファン王。イングザドレファンはどこにいますか。デンマさん、いやだな、また外に戻って、またあの上の公園まで戻ってるの嫌だな、すごく。いいのかな、外に行って。一回上行ってみたら、もう落ちたらさ、戻るのめんどくさいから。クソめんどくさいけどな。一回雷獣座行ってたら。でも一応、でもさ、あの上には、うん、この異変屋のさ、うん、ここでワープはできるから。うん、ただまあ上には行けるんですよ。まあ一回持ってみましたら。そうね。パーパラッパーパーパパーパーパラッパーパーパパーパーパー。この扇の上に立ちてみたい。確かに。なんかアイテムないかな。なさそう。さあ、パラセールをうまく駆使して。この皿の上に乗れる？これ。乗れるんじゃない？えい、コロボいない？いない。ちょっとサムネにしてみたら。大丈夫。
はい。いる王様。あ、これ。女神の像じゃん。あ、本当だ。あげちゃおう。オッケー。いるんだ、いろんなとこに。ね。神殿に行かなくてもいいんだ。点々とあるんだ。ハートの器増やします。オッケーです。オッケー。いや、綺麗だね。何度見ても。うん。美しいわ。オッケー。ドゥドゥピドゥピドゥ。よし。オッケー。どんどん増やしていこう。うん。早く一列にし、コンプしたい、コンプ。2列、2列目に入っても。うん。2列目に入ってからが、なんか、やっとさ、うん、強くなったなって感じするよね。そうね。はっ！トレファンをパンチ、そして結構強いぞ。チャグフフフ。うん、子供だね。うん。なんだよ、おい。生意気な。あ、トレファンをいないの。ね。おぉ。ん？ああ。あ、なんかこっそり聞けないかな話。ああ、なるほどね、隠れる場所があるけどね。忍びそうとかさ、見えば。え、この裏とかに行けばいいんじゃないの。所詮子供だからさ。パッパッ。それ近づいて。これダメ？ほら聞ける。ほら。トレファン様、ひとまずあの場所に身を隠しましょうぞら。ちゃんとやれよ。どんなとこなのかな。聞いたことある。清流の御所。大獣山と里の間のどっかに今でも綺麗な水が流れてるとこがあるって。はい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 、わかりました。了解。はい、了解。あ、オッケー、わかりました。つまりは、うん、あの滝の裏ですね。そういうわけんちょだね。はい。あ、あの滝かな、これかもね。あ、行ってみようぜ。大獣山が、大獣山がここでしょ、うん、で里でしょ、うん、ここだ。やっぱり三河湖。三河湖だな、多分な。ちょっと外して、三河湖だからやっぱりあれだ、こっちね。ああ、こっち行ってみましょう。はい、行っちゃおう。下かな。さあね、中腹かな。中腹な気はするけどね。まあでも一応下、まず下から決めようか。んさあ姿を見せい。あ、中腹だね。中腹か。そう、これ登るのはさすがに至難の技だね。至難ですな。これさ、もう上でここ、じゃあ一回ここはワープしちゃった方が早い。一回ここらにワープしようか。うん、で上から降りてこよう。うん、ナイスアイディア。たまには役に立つじゃん。イエー。つうわけで全然ゼルダ進まないね。ほんとね。動画にしていくと今頃もう終わってやり込み分けてるところだよね。めちゃくちゃそんな人多いんじゃない。三河湖ここだな。ここに滝があるんで、ちょっと右の方じゃない、ちょっとここら辺、そこだね。うん、これだ。これか。えっ、ここは上流。あ、ここか。なんだろう、なんだ、ここだったりするあるかな。ちっちゃいね。ちっちゃいか、さすがに。おおお、ああ、まず行けない。行けないね。やだ、戻ろう。やだ、死ぬ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 。このちっちゃい水たまりで死ぬのが出るのは怖いってことだよね。やばいよ。さあさあさあ、じゃあここ降りてこっか。ここもどっかにあるはずだから。降りて
Go say, hey. Go. Hey. Oh. ゆるからにありそうだけど。これなんか扉っぽいよね、これね。どう考えても。すげえクソ。違う。清流の御所じゃない、ここ。この一個下。いや、なんかいるなぁ。清流の御所を汚す者が。いや、この一個下かな。なんかある。ゴーゴーハス。ゴーゴーハス。どこまでも行こう。いやがないって。いやがない。マジか。矢不足だ。あー、2匹か。おら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 。おら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 おないんけ。兵士の剣だと。兵士の剣と。いや、そこっぽかったけどな、交渉。違うのか。お。でもここってあれだよね。あ、違うか。うん。まあ、そこではないと。そうだね。じゃあここ降りて。あ、どっか。このドアっぽい。ないね。ある。ある？あ、これある？ない。ない。ええー。うわ。そりゃないぜ。あ、これ、あ、ちょ、これ洞窟かね。あ、じゃあ洞窟の中にあるのかな。かな。さてもこれ下に行っちゃうもんね、あそこのね、俺らが最初に行ったほら。そうだね。それともあっちかな。あっち？でもさ、雷獣山と里の間ってさ、ここだよね。そうだね。こっちじゃないよな、絶対。絶対違う。絶対違う。どこだろう。試しの岬？違うか。ちょっとあの洞窟下げてみるか。ちょっと行ってみようか。ふっ、はっ、ゴーゴーゴー。洞窟の方にあればいいんだけどな。これでもあれだな、体力きついかな。いけるのかなこれ。じんわりと。そうね、じんわり行きたいところだね。あ、なんか、あ、なんかいるよ。ディプロカウルスいる。なんだよ、ディプロカウルスって。古代の生物。やばい、行き止まりだ。頭が3個。なんだ。やばいね、これ。あ、やばくないこれ。あ、やっぱ滑る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 。ゴーゴー不安って死ぬよ、これ。あ、やばい。そこにの、そこに帰らせてくれ。帰らせてくれ。あ、もう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 。もう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 や。ちょっとわかんない。清流の御所。やばいね。どこよ、清流の御所って。まずね、もうやっぱりここまだ行けないね。無理だ。体力を増やさないと。あっち行ってみる。いいよ、あっちの滝。うん、あっちの滝に行くにはもう一回ワープして、でも違うと思うんだよな。違う気がするよね。燃やす枯れ草はとても燃えやすく、炎症してどんどん燃え広がる、ね、異変屋の祠。はい、今ちょっとね、さあ兵こいたんですよ。え、なんかすげえ四角い箱あるね、空にね。あっちのでっかい方行ってもさ、うん、汚くなかった、あっちの滝。ちょっとね、
さそうだ。綺麗なところにあるって言ってたよね、うん、綺麗な水が出てるところって。うん、あの上って何だってか知らん。あの受け行ってみる。いやでもいないよな絶対な。何もないでしょ。でもな、途中にあるとかっていうわけでもないでしょう。うん、綺麗な水が出るところ、清流の御所どこだろうね。わからんちょね。まあでもこっち行ってみるしかないね。そこの滝にはなかったわけだから、うん、そう。汚ねえなあっちの水にね、やっぱりな。うん、確かにこの水はきれいにしたくなるね。したくなる普通にな。きれいにしてえな、うん、やっぱりな。そう、あ、水の水やん。水の水あるね。あ、てかこのお湯はなんか怪しくない。ボロボロ。水煮って美味しそうなんだよね。でかでかちちゅでかちちゅだわ。なんもないか。なんもねえわ。あれ気遣ってる。なんか水飲みって美味しそうだよね。水飲み、うん、絶対うまいでしょ。水飲みグミとか出るんじゃないそのうち。そうね。あー、あのじいさんに聞いてみる。あー、いいよ。そこの御所の場所知ってるかな。知らなかったらクソでしょ。なんかそんな詳しそうなさ、キャラ設定されてるのにさ、うん、教えてくれ。じい、まだ読んでんのね。星悪くするよ。オッケー。やばい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 。あ、おいおい、あいだめだね。じいよ、こいつの方が知ってる、もしかして。それだったらマジ終わってるよ。トレファン王は？あ、クソだよ。ダメだ。まあここだね。だから。うん。いや、見るからにでかいもんね、ここ。でかい。あっちにもあるけどな。ちょっとあそこ汚らしいね。汚いな。もう汚いけど。ああ、なさそう。ああ、ないね。汚いもんな。汚い。成立より濁流だもんね。あー、汚ねえな、ここ。いやー、臭そうな水だぜ。うーん、あー、どこだ。ここだよ。わからんぞ、おい。あそこにも滝はいたけど、濁ってはいるね、うん、ないね。ちょっとパパ、体力が。やばい、しんど。おぼっちょする。さよなら。バイビー。あ、うん。なんかさ、うん、一番上公園がさ、綺麗、うん、ではあるよね。美しいよ、あそこは。綺麗さはあるから、やっぱこっちの方なのかな。かもね。なんかヘドロが出てっても、うん、綺麗な水が出る場所があるって言ってたよね。そう。だから、やっぱり綺麗な、水が出てる源に行くんだよ。だからこの、こうじゃない？この。かもね。一番てっぺんじゃない？ありえるよ。ありえるよな。で、滝があるんじゃないの？ちょっとした滝が。ありえるでしょ。ありえるだよね。漂白剤だし。うん、あ、なんこれ。あ、頑張るガニ。料理をするわけか。グロいね。お、カエルを画面下にも。オッケー。よし。でもさ、ゼルダの料理って楽しくない？楽しいよ。待て、オッケー。めっちゃいるじゃん。やーい。素材が。素材言うなし。はい。俺の腹に入るが良い。これなんじゃないのかな。ない？滝ない？この下に滝ない。わあ、ドラゴンいる、あそこに。かっこいい。汚ねえ。汚ねえな。マ
ジで汚ねえじゃん。ヘドロ池。やばいね。これやばいね。どこだマジで。綺麗な水源なんかねえよ。里とでもね、ここのあやつよね。うん。くそー。行ってみるかい。でもこの滝しかありえねえな、どう考えても、里とこの公園の間って言ったらな。そうだよ、ここしかありえないんだよな。あとここだね。ここ入れなかったんだよな。あの人なんか知らないかな。魚を取りつつ、ドルファン様か、つってるよ、ほら。なんか知ってる、ほら。あ、これはそのヒントをくれるだけか。確かにチャンスを。ああ。ヒントをここでくれられると。はい。で、滝の裏にあるよっていうヒントをくれたんで。うん。ここじゃないの？これ違うと。上にもないね。わからんぞえ。ググりてー。ググる？ちゃダメでしょ。そうなの。でヘドロがヘドロを取り除かないとダメみたいな感じ？もしかして？うやーめんどくせえ。そういう可能性もあるよな。なきゃないね。なきゃないよな。うん。なきゅは。なきゅは。なきゅはない気はする。そこを一応見ていたらなかったけど。いや、わからんな。めっちゃググりてぇな。そりゃそうさ。待ってよ。一回、ちょっともう一回公園に行こう。うん。一回公園に行って、うん。で、ヘドロ。うん。ヘドロを、中心に、うん、探してみましょう。了解。で、ヘドロがその入り口を隠してるかもしれないからさ。うん、で、祠の場所は、あ、祠、里の場所はあっちだから、こっち方向なんだよ。あ、なんか、これがあるぞ。これでどっかに留まるんじゃない？留まるもの？かな。止まったら、あれなんか怪しいな、あれ。なんだろう、なんかあるな、絶対これ。うん。これあれだろう。あれで多分これ刺さるだろう。ちょっと。じゃあ。これか。あれ？まぁちょっともう一回さ。ちょっと待って。うん。ここ。これいけないよ。これいけないのか。どこにいるかな。どうな。じゃあもう一回マップ開いてみて。だから雷獣山とゾーラの里の間の、うん、滝にいるって言ってたから、やっぱこのミカウの、ミカウコルルコの滝の裏にいるってことでしょ。そう。絶対。うん。あ、待って。あっちになんかちっちゃい滝流れてるね、ほら。ほんとだ。ほら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 。これじゃない？これじゃない？え、行ってみない？ちょっと行ってみるか。は？え、これっぽくない？ほら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 。え？
おい絶対これだろ。なんかいや、そりゃそうだろ。だって精霊のゴシップ出てるもん。オッケーオッケー。こいつの頭に乗る。ほれ。えい。あーなんか見えない壁があった。おーよ。見つけたでおー。あ、なんかヘドロでまみれてる。おー。ヌズリ。ん？膨らんでるわけじゃないよ。ボロボロやん。やばい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 。ドルファン、大丈夫かおい。やばいやん。死ぬでお前。ねえ。助けてやる。ヘドロなんかにまみれちゃダメだ。なんでこういう族の王って大体ボロボロなんだよね。ほんとね。族の王あるあるじゃん。うん。魔物な。はいはいはい。はい。で戦ったけども、ヘドルにまみれてしまったと。うん、なるほど。そう、なんかゼルダが、なんかね、謀反起こる。やばいぞ。なんか謎がいっぱい。なんなんだ、ゼルダ。ゼルダに誰かがなりすましてってことか、ゼルダが操られてるか。ねえ。どっちかだよな。うん。ゼルダが魔物を操るっていうのは。謎が深まってるね。じゃあ、出た、鱗。来たー。おぉ。何これ、うん、違うのか、俺滝登れるようになったかと思った、今。ほんとね。ああ、こいつに水飲み投げてみたら。あ、確かに元気になるかな。ならないね。ならねえか。まあいいや。じゃあ、次回、また、天空への道をね、探していきましょうか。了解。それじゃあ、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。お願いします。